こんばんは、ゆかりんです。今日は3月31日の7時半ぐらいです。仕事が終わってまたちょっと晩ご飯代わりっていうわけなんですけど、一杯飲んでいきたいと思います。それではまた後ほど。こちらももう見ないですね。今から行くとこはいつも行くとこなんです。とってもセットが安いから。やっぱり串焼きビールが合う。生つゆお願いします。ありがとう。すいません。